はい、今日も来ました、この戦場を取り行け。わー行け。はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうもこんばんちゃいつげです。ということで、再サービスレベル7、それから強化おめでとうございます、ということで使っていきます。はい、まあ、何が変わりましたのかと言いますとですね、特殊位置のアトミックバズーカの方がもう最初から溜まってる状態ですね。こういう感じで、ブロックは解除できない感じ。ロックまで、ちょっと待って、ロックまでの時間がすげえ長いんだよね。OK、すげー狙われてる。なー、排入が怖かったな、ちょっと。さあさあさあ、仕切り直しいきましょう。10番さんの援護、なんかラグいよね、なんかラグいよね。ラグラグ、なんかラグいよ。さあ、そのまま B に行きましょう。あー、3機もいらないっすよね。いかないっても。サッカー状態。そんないる必要ないっすよね。ブーストか行く。6番さん。OK。もうちょ。落ち着いて。OK。あの人ラグいな。ちょっと待って、マジで。とりあえずアトミック打てるから、ゼータに打ちたいところ。け、いや当たってよマジで。オッケー、あのかオッケー、ふうなあ。いやまあ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 、でもいい感じに当たってるね、アトミックは。とりあえず E から出まして、ちょっと様子を見てみましょうか。敵さんが4枚真ん中にいる感じ。無駄に出るのは良くないから1機ずつ狙おうか。多分来ると思うよね。さあ、4番機しっかり狙って、よし。あー、もうまた君か。君はね、ちょっとねきついんだよね。オッケー、だからもう君はきついんだって。さあ、中からさん勝負のーん、くらえん。結構当たった感じ。 OK。 ありがとうございました。はい、ということで
まあ、決め手はね全然なかったんですが、まあ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 いいんじゃないでしょうか。まあね、この機体、アトミックバズーカが初手で撃てるようになった。それからガードブレイク、ガードダッシュ的なやつ、そうシールドバッシュ的なやつ、そう、あれで敵のガードを崩すことができるようになりましたので、非常に使いやすくなったと思います。ありがとうございます。はい、ということなんでね、皆さんも使ってみてはどうでしょうか。ただね、ちょっと難しいですね、やっぱり。ほんと難しいです。結構ね避けられるし、ロックオンまでが長い感じするんですよね、サブのね。まあ当てることができれば非常に強い機体でございます。はい、まあということで成績ダメージ統計見ていきましょう。せーの、ドン。おー、いいんじゃないかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければロボットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。See you again. バイバイ。お疲れ様です。